安倍友人は、日本の実業家、著作家、投資家、青森県出身、株式会社オファーズ代表取締役。大学3年生の就職活動中に出会った、経営者と一冊の本に触発され企業を決意。最終面接まで進んでいた企業には、断りの連絡を入れ退路を立つ。はじめは書籍に習い、アフリカへの中古車輸出ビジネスで起業したが、資金力、 ハードルの高さで苦戦し、一台も仕入れることなく断念。その後、ヤフオクの不要品販売についての記事をたまたま見つけ、試しにやってみたところ、予想外に売れることが判明。最初に売れた商品は、馬のかぶり物で429円とのこと。ビジネスの中心をインターネットを利用した物販に移し、大手 EC サイトやフリーマアプリで事業に着手する。 物販ビジネスの後は、その手法を伝えるためのコミュニティ運営やコンサルティング、活動、著者の出版、セミナー講演を行う。2017年には、まだ世間に十分認知されていなかった暗号通貨に注目。ハイプに騙され200万以上を失うも暗号通貨の可能性を感じ、ビットコインの他にも、イーサリアムなどのアルトコインに積極的に投資。また、 暗号通貨だけではなく、ブロックチェーン企業のプロモーションや暗号通貨投資用のソフト開発にも力を入れている。2018年2019年。ありがとうございます。